おお、いたいた。おい、荒川ちゃん。はい。ああ、三島さん、お疲れっす。あれ、確か今週いっぱいはシアトルって予定じゃ。そのつもりだったんだけどさ、実はパスポートをうっかり更新していなくて。で、代わりに吉村に行ってもらうことになった。吉村っすか？あいつの英語結構怪しいのに、大丈夫ですか？なーに、心配ないって。取材の時にインタビュー内容も録音しておけって言っておいたからさ、原稿と一緒にこっちで確認するつもりだよ。いいのかな。とりあえず俺は明日から大阪だな。亀田の200勝達成も秒読みだし、そのあたりについてもじっくり聞いてくるよ。亀田ね、え、悲劇の剛速球投手も今じゃすっかり技巧派ですからね。ちょっとコントロールが悪くなると一気に崩れるから、見ているこっちがヒヤヒヤものですよ。それより見たよ、今月の幽霊村大特集号。ずいぶん懐かしい話題持ってきたじゃない。日南沢村なんてさ。懐かしいっていうか、俺のライフワークみたいなネタですからね。俺が学生の頃だから20年くらい前か。あの時は大騒ぎになったよな。日南沢大災害ですよね。俺もテレビで見ましたよ。不気味というか奇妙な話だったよな。もっとも俺はお前と違って幽霊は信じない口だけど。オカルトライターに向かってはっきり言ってくれますね。でも近年になってたたり以外の説がネット上で騒がれるようになったんですよ。中にはそりゃねえだろ的なものもありましたが、なかなかに信憑性がありましてね。オカルト説を支持する俺としてはぜひともその真偽を確かめてみるべきかと思ってます。へえ。って確かめるって、まさかお前。ええ、ご推察通りですよ。とにかく言ってみりゃ何かわかるかなって。そんなわけでちょっくら明日から日南沢まで行ってきますわ。え、あ、明日？
おいおい、今が何月か分かっていくって言ってるのか。こんな時期に行って何かあっても知らねえぞ。何言ってんですか。幽霊を信じないってたった今言った三島さんらしくもない。それにオカルトのネタを求めるライターとしては一番何かありそうな時に行くのが正しいジャーナリズムのあり方だと思いますがね。まあそうだけどさ、とりあえずちゃんとデスク経由で編集長の了解済みで経費も出るそうですから、それでもまあ万が一俺が帰ってこなかったら鬼隠しにでもあったと思ってネタにしてくださいって言っておきましたし、なんつって笑えねえよ。おっと、もうこんな時間か。それじゃあ俺明日の準備がありますんでお先です。あら母ちゃん、さて鬼が出るか蛇が出るか、まさに神のみぞ知るってやつだな。はい、もしもし。同行者ですか。ええ、まあいいですけど。